どうも改めましてこんばんは、はじめまして、正吉でございます。ゲーム登録チャンネルでね、とうとうですね、顔をね出そうということを決定いたしまして、勝手にですね、はい、ということでですね、本日からちょっと、顔を出しでやっていこうと思うんですけれども、それに至った経緯っていうのはですね、もう喋ったりねするのもまあいいんですけど、こうやっぱカメラが回ってないとなんかこうやる気が出ないっていうですね、まあなのでこんなお見苦しいですね顔なんですけれども、本当申し訳ない、こんなおっさんのねどうでもいい顔、見てて いただくのは本当に申し訳ないんですけれども、ちょっとですねなんで出てきたんやこのおっさんみたいな、ね、感じで、思われる方もいるかもしれないんですけど、そこは、ですね、皆さんの温かい気持ちでですね、どうぞ迎えてやってくださいませ。今からは、ゲームチャンネル初めての顔出しですけれどもね、大したことないですよ、はっきり言って。ゲームチャンネルっても下手くそのおっさんがたったに FPS をやるってだけのことでなんですけどね、今のところはね、まあ、うまく10年かけてね、うまくなればいいと思います。はい、なので、まあ、今日は、ね、ちょっと帽子かぶらせてください。一応、まあ、ちょっといつもね、ハゲてるハゲてるって言うんですけど、どんだけハゲてるんかって言ったら、まあ、こんぐらいハゲてますね、このぐらいどういうことやって話なんですけど、はい、まあ、こういう感じの男でございます。でですね、なんていうんですかね、ゲームをね撮りながらこうやってワイプって言うんですかね、あれ抜けばいいんですけど、まあ、ちょっとパソコン持ってないんでちょっと難しそうなんで、最初前半にこういう語りと中盤に、まあ、CM みたいな形で入れさせていただいてですね、やっていきたいと思いますので、どうぞ、お見苦しいですけれども、今後ともよろしくお願いします。正吉でございますですね。今日は小吉の名前の由来はですね、うちで飼ってる小吉、亀の小吉がいるんですけど、ちょっとご紹介したいんですけども、今ちょっと、寝てましたので、まあ、またちょっと次の機会にやりたいと思います。で今日はちょっと、髪をね散髪いってなくてボサボサで、まあ、こんなハゲたおっさん見てもしょうがないんで、ちょっと帽子をねかぶらせていただきます。はい、という感じでこれからよろしくお願いします。で、ですね、まあ、これ相棒の、ね、小吉のギターなんですけど、これじゃあいつ使うのって話なんですけど、これはね別にロード中あるじゃないですか、 FPS ってマッチングする時とか時間ありますよね、そういう時にですねちょっとこうやって弾くんですよ。これ今ロード中だとするんです。そしたらまあちょっと暇なんでここから取って、弾くというですね形でやっております。When the fight's every time must travel as Americans me Speaking of... 始まったみたいな感じでやっておりますはい、で、なんでいつも大体レッド・イット・ビーなら今のところで終わりますね、大体で、相手が、マッチングせずマグマグしてたら、まあ、もうちょっと行くんですけれども、あれどういう、どっちがせいやって話なんですけどね、はい、これからっていう、こういう形でですね、ちょっとやっていきたいと思いますので、どうぞ皆様、温かい目で、よろしくお願いします。ね、ありがとうございます。それでは、本日のプレイですね、ブラックオプス行ってみましょう。俺カメラこっち見て、まだ慣れてないんですよね。はい、なので、行ってみましょう。本日、ブラックオプス、ビチャンスタート。はいどうも、それでは始まりましたね。今日はこいつで行ってみましょうか。最近ね、初期はドリフターでやってますね。とにかくかがんで打つっていうですね。まあかがんで、かがんで打ったらいいって感じですよ。行ってみましょう、かがんで。なんで折ったんやな、あのヘリコプターは。ヘリコプターさあ行ってみましょうか、今日もね。まあ初の顔出し、初初戦。はどういった感じになるのか。まず殺されるんかいお前の顔は汚い暮らしでって感じで殺されましたねほっとけって話ですけど、はい、まあね、それはそれ、これはこれ。おお、俺はちょっと顔打ったけどないかな。ドリフターとかの問題じゃないな、これはな。ドリフターってまあ、なんですか、要はかがんでも早く動けるみたいな的なやつでしょ。で、特性としては、かがんどる方が、なんか、多くの FPS では、弾がぶれないっていう、なんかそういう知識を得たんですけどね。なので、まあ、しかも歩くより速いらしいですね。なので、まあ、これ、ドリフターっていうのをこうつけてたらね、出てきやがったら。なんで、まあ、
俺には初心者の俺にはね頭も隠せていいんじゃないかっていう感じでやってるんですけど、なかなかね殺す、あーなんで俺のこれやろ、なんでそして素手全てを外して素手になった男だ。おった、あわざ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 エイムをずらしたな俺はまあこんなもんですよ、おっさんなんでね。はい、まあ来ますね。うわあ、いっぱいおったいっぱいおるやんけこの野郎、まああんなにいっぱいおったらダメですね。とにかく迷惑行為をしといて、あそこにね、こっちからかがんでいきましょう。どうですかね、やっぱかがんでいくが、かがんでいくのがいいよね。まあこうかがんでも割と早いんですよ。こんなとこからかがまんでもいいような気もするんですけど、はい、いますよ。あれ、あっちか、あっ、おお、あった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 、あー逃した、危ない危ない、ドリフターめっちゃ、まあ だからといってうまくなるわけじゃないですねで、長吉はですね、まあ今後ですね、放送の中でね、まあゲームのことばっかりとっても別にうまくないんで、おもんないんで、自分で言う、この野郎。おっと、ブルドック。はい、すいません、なんか前半戦いかがでしたでしょうか。まあ、ろくな戦いじゃないですね。かがんで移動するっていうですね。まあ、そんなしょうもない戦い方でしたけど、ですね、今からちょっと、まあ、あれなんですよ、まあ、ちょっとこれ、CM させていただいたんですね、なんか、ですね、今後ですね、なんか、たまにコメントもらうんですよ、変な、文句のコメントは一切返信しないんですけど、すいませんね、まあ、面白いコメントだったりね、そのがあったりするんで、それはね、今後ちょっと動画とかで面白かったら取り上げていこうかなと思います。まあ、なんでかって言ったら、まあ正直、FPS 下手で、ゲームも下手なんですけども、別に、その、ね、まあ、たまに自分の動画見るんですけれども、たまにですよ、コメントとか来るんで、その、ああ、なんか、いいなと思って。で、その回の動画どんなんかなって、まあ、見るじゃないですか。そうしたらまあ下手くそっていう何やこのおっさんっていうね、なんつう下手なやつがやっとんやみたいな感じでですね、なってたんですけど、まあ、これでもせっかくいただいたものは、ちょっとねこうなんか答えたら、まあ正直ネタが増えるんで面白いかなって思いましてですね、今後、ちょくちょくやっていきたいと思いますね。ただ、冒頭にも言ったようにですね、なんかわけのわからん、なんか、まあ、言っちゃいいですけど、まあ、変なコメント、まあ、暴言があったりですね、最近で言うんだと暴言があったり、なんかそういうのはもう一切取り合わないので、まあ、正直、大人なので、まあ、そういうのは一切スルーをさせていただきますが、面白い、悩みですね。ゲーム中プレイでも、今から言うんかな、言ったんかな、ちょっとわからないですけど、例えば、彼女ってどうやって、どうやったらできるんですかみたいなね、とかですね。お前どうなんかって話なんですけど。まあ一応バツイチ独身なんですけど、はい、まあ一回ぐらい結婚しとるんで、まあ、まあ多少なりね、答えるんじゃないかなという感じですね。はい。で、そういったりですね。まあ、まあ、こうギターのことでもいいと思いますね。なんか、どうやって抑えるんですかとかですね、別に。はい、全然良い。まあそういうのをコメントね。関係ない FPS 関係ないんですけどね、全く。はい。まあ、それを今後やっていきたいと思いますので、それではちょっと後半戦をね、スタートさせたいと思います。チャールスタートお願いします。ブルドックだったな。で、まあ、しょうがないんで、ね、今後ですね、なんかね、悩み相談。俺に、悩み言ってどうするかって話ですけど、悩み相談みたいな。まあ、違いますね。疑問。ゲームじゃないですよ。FPS のことなんか聞かれてもさっぱりわからんので。あ、痛い。なんでですね。まあそういうね、コメントがね、もしございましたら、なんか、なんでもいいですよ。おぉ、何やこりゃ、これを壊すことぐらい俺にはわかると。っていうで、なんでもいいんで、はい。どうやったら彼女できるんですかとか。関係ない、もう、FPS。めっちゃ戦ってる。どうやったら、テストを
でいい点取れるんですかとかですね、小吉がまあ答える範囲でお答えしていく、こんなやつマジ大丈夫かみたいな感じなんですけど、はい、まあ40年ぐらい生きてる、おー40年ぐらい生きてるんで、かがんで顔ぐらいはちょっとこうね、まあ悩みはね、そんかしあれですよ、小吉流ですからね、別に。おお、あ、左右からなんで、そういうのもなんか面白いかなと思ってですね、はい、なるべくですね、動画で、まあコメントで返すのも面白くないんで、まあまあ、いや、もう見えようったよ、このせいで。なんで、まあ、動画とかでね、取り上げ、まあ、面白い質問があったらちょっと取り上げて、小吉答えてみたいと思いますので、まあ、あれば、なんか、よろしくお願いしますね。まあ、FPS、FPS のことは俺が聞きたいぐらいですね。ね、今の、どうやったら避けるんですかみたいなですね。はい、まず、避けない、出る、あお、あいつ、今外したな、今ね。今、下手くそな俺にも分かってた。やっちまったってやつですね。はい。まあ、今日はドリフターで、ね、おー、来るか。これやめた方がいいよね、ああいうの。しつこいやつはね、勝った試しがないね。すんなりとこっちからかがんでいきますか。ちゅう感じですね。なんか、答えれたら面白いと、かなと思いましてですね。圧倒的になんか、俺の方が不利だったな、今。ははってか知らんが。なるほどですね。そういう感じで。はい。まあ、ちょっとやった、触った感じですけど、ドリフター何の役目も立たんかもしれないですね。はい。やめた方がいいかもしれないです。まあ、いい時に使えってことでしょうよ。うわぁ。硬いですね、相変わらずね。ファイヤーオスさんが一人いましたね。迷惑ゲブリを焚いて、迷惑ゲブリを焚いて俺はこっちから行かんっていうんですよ。さあ、かがんでこそこそしとくか。やっぱかがんでこそこそしとった方がいいですよね。なんかもわもわいいよな。おおっと、ゾンビなんとか。ゾンビなんとか。さあ来い。さあ来い来い、どうした。おー、ジャンピングロボットが、おー、後ろか。後ろ。ゾンビあれゾンビ強いやないか。よし、ぶった切りタイムですね。さあ今日のぶった切りはどうかな。こんなとこからぶった切りするけ殺されるんですけどね。ぶった切りタイム、危ない危ない、ぶった切り、ぶった切りタイム、危ないぜ。あ、なんやこれ。おい、あれ味方のやなかったかよ、あれ。え、あ、逆、あ、さっき味方のような気がしたんだけど、なんか変わったんかな。変わったってなんかようかなと思うんですけど、あんま小難しいことはやめてほしいですね。おー、殺したよ結構。おー、ゾンビ。よしよし、ドリフターがちょっと役に立った瞬間でしたね。おっと、ドリフターがちょっと役に立った瞬間、慣れてきたね。 しゃがみに慣れてきた、しゃがみに。あっはっはっ、ゾンビかということですね。まあ、おっと、終わりましたね。はい、まあそういうことで、まあCM でも言ったんですけど、悩みとかね、悩みじゃないな。なんか質問ですかね。なんで俺だよ。おお、すごい。あ、これか。これ、まぐれなやつだな。まぐれなやつでしたね。はい。ありがとうございます。まあ、FPS はダメですよ。なんか、面白いね。面白いやつがあったら、コメントをね、ぜひとも、動画の方で面白かったら取り上げて、今後行ってみたいと思いますのでね。質問等あったらよろしくお願いします。ありがとうございました。
はい、どうもいかがでしたでしょうか。今回のボイ BO4 ですね、まあろくな戦い方じゃないですけど、まあ正気にすりゃまあ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 ね、いいんじゃないかと思いました。ありがとうございました。なんかなめったにね、あの最後ラストこう映ることないんですけどまさかあんなのが映るとは思わなかったですけど、はい、まあまぐれでも相手にはおこいつなかなかやるじゃないかみたいな感じで見える人には見えるかもしれないですっていうのがね あるので FPS は面白いですね。今後ともやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。そうですね、コメントもね、コメントをコメントで返すこともあるかもしれないですけどね、面白いコメントは今から、どんどんですね、あの動画で、まあ、こういう喋るときにですね答えていきたいと思いますので、もしそういうのがあればですね、あの引き続きよろしくお願いします。全然帰ってこんやないかって思われても、まあちょっと体一個しかないんで、あの正直普通にサラリーマン仕事してますので、ちょっと時間もかかるかもしれないし、ひょっとしたら忘れてるかもしれないしっていうこともあるんですけど、なるべく、やっていこうと思いますので、面白いものですね。まあよくあるじゃないですか、テレビで言ったらあの抽選はがきみたいなもんですよね。あ読まれたらラッキーみたいな名前とかはまあ一応伏せます。こういう質問があったんですけれどもどうでしょうかみたいな的な感じで、ちょっと放送していきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、バツイチ独身40のおっさんの FPS をですね今後ともよろしくお願いします。正気 TV でした。それではまた来週じゃないな、俺はもう気分であげるんで、明日かもしれないし来週かもしれません。またよろしくお願いします。